今日の御言葉、テサロニケ人への手紙第2、2章5節から12節。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話していたのを覚えていませんか？不法の者がその定められたときに現れるようにと、今はそのものを引き止めているものがあることをあなた方は知っています。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは、今引き止めているものが取り除かれる時までのことです。その時になると不法のものが現れますが、主イエスは彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされます。不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは、自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで不義を喜んでいた全ての者が裁かれるようになるためです。これから真理を受け入れない不法の者たちがたくさん現れます。私たちは不法の者たちに惑わされないようにしましょう。不法の者たちは、私たちの主イエス・キリストが来臨した時に御口の息を持って彼らを滅ぼされます。私たちは滅びるものではなくて、永遠に滅びることのない主イエス・キリストに最後までついていこうではありませんか。 All for Jesus!